海上自衛隊が誇る最大規模の艦艇、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の2番艦、加賀で、軽微な火災が発生したとの情報をキャッチしました。今回は、護衛艦加賀で火災発生、危うく、アメリカの二の舞かを詳しく見ていきますね。大事に至っていなくて、本当に良かった。小さな火災でも、初期消火が最も大切ですね。同時期には、1番艦の出雲は、同時期に実施されたノーブルレイブン243に参加していた。出雲や加賀も、昨日は南シナ海と思いきや横須賀にいたり、機動力が半端ないよね。毎年のように、夏場から秋口にかけて、台風の発生にさらされる日本列島だが、今年2024年8月22日に、マリアナ諸島の近海にて発生した台風10号は、8月29日朝に鹿児島県に上陸すると、列島各地に大雨の被害をもたらした。台風10号は、鹿児島への上陸後、大分方面の国東半島を抜けて瀬戸内海方面へと進み、さらに四国に再上陸を果たした後、紀伊半島の沖を進み、9月1日の正午には、熱帯低気圧へと変わって、気象上は、台風としての分類から外れた。ただし、この台風10号は、非常に、移動速度の緩やかな台風であったことから、日本列島に接近を始めた8月27日以後、熱帯低気圧に変化した9月2日までのおよそ1週間にもわたり、日本各地に大雨をもたらす結果となった。そんな台風10号の接近を受けて、その影響を回避しようと、現時点で海上自衛隊が保有、運用する最大の艦艇である出雲型ヘリコプター搭載護衛艦、艦首記号、DDH の2番艦、加賀が瀬戸内海を航行した。護衛艦、加賀は、広島県の呉市に位置する海上自衛隊の5基地を母港としている艦艇であるが、同艦は、台風10号の接近に伴い、呉基地を出港し、近隣の倉橋島の沖合を、8月28日の夕刻に進んでいた。そこで、護衛艦、加賀は、時間内部から排気を逃がすために設けられている排気管、そこから生じる熱を遮断するために、周囲を覆っている断熱材が発火するという事態に見舞われ、出火箇所のおよそ1メートルほどの範囲が炎に包まれたとされる。しかし、護衛艦、加賀の乗組員らの迅速な、およそ10分間程度の消火活動によって、すぐに火は消し止められ、幸いなことに、艦への大きなダメージも、乗組員の方々に負傷者等が生じることはなかったと報じられている。護衛艦、加賀のこの火災事故について、同艦艦長は、火災が発生してしまった原因を究明し、今後繰り返さないように対策を施す方針だと述べており、同艦側から報告を受けた海上保安庁側でも、火災の原因の調査を行うこととなっている。ひとまずは、護衛艦、加賀でこの度発生した火災事故は、火災の範囲は、極めて狭いエリアに止められたこと、乗組員に負傷者が生じず、自力で消火活動を完遂できた点は、緊急時の初動対応としては正しかったのではなかと、個人的には感じた。しかし、今や、インターネット上で、こうした情報が、速やかに一般人にも伝わる現在にあっては、この事象についても、海上自衛隊側の弛緩した雰囲気が招いた落ち度であるかのように非難するコメントも散見される。中には、今回のこの護衛艦、加賀での火災事故の一件を、2020年7月に正規したアメリカ海軍のワスプ級強襲揚陸艦の6番艦、ボノムリシャールの大火災事故になぞらえる論調すらあり、理解に苦しむ。今回の護衛艦、加賀の火災事故の件は、これから、出火原因の究明が行われる段階であるとはいえ、アメリカ海軍のボノムリシャールが、最終的に配管にまで至った大火災の原因は、乗組員であった1名の故意の放火であったことが判明している。こうした悪意をもって破壊活動を行う意図によって引き起こされたボノムリシャールの一件と、今回の護衛艦、加賀の件を、あたかも同様なケースであるかのように言い募る言説には、正直違和感しか個人的には感じ得ない。さて、くしくも、不幸にも、護衛艦、加賀において、こうした小規模な火災事故が生じてしまった期間に、同艦の同型艦で、1番艦の出雲はノーブルレイブン24、
3と銘打たれた複数の他国の海軍艦艇との合同軍事演習に従事していた。このノーブルレイブン24-3は、日本の海上自衛隊とオーストラリア海軍、イタリア海軍、ドイツ海軍、フランス海軍の6カ国が参加して、2024年8月27日から8月29日までの延べ3日間にわたり開催された合同軍事演習だ。ノーブルブレインという軍事演習名からは、これまでであれば、主に日本とアメリカ、そしてオーストラリアが参加して行われてきた海軍の多国間合同軍事演習とのイメージが強いと思われるが、今回はアメリカは未参加であった。今回のノーブルレイブン24-3について、海上自衛隊の海上幕僚幹部は、8月30日付のプレスリリースにおいて、海上自衛隊とオーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の海軍が共同訓練を行ったと報告している。このプレスリリースにおいて、海上幕僚幹部は、今回のノーブルレイブン24-3の目的を、1参加する海上自衛隊の戦術的な技量の向上、2海上自衛隊と参加各国の海軍間での連携の強化を図ることだと述べている。そして、今回のノーブルレイブン24-3の実施場所としては、日本の関東地方の南方海上及び、沖縄地方の東方海上であると説明されており、ピンポイントでの特定は困難だが、西太平洋と東シナ海方面だったと推定される。加えて、今回のノーブルレイブン24-3へ参加した部隊は、海上自衛隊からは出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の1番艦、出雲高波型汎用護衛艦 DD の2番艦、大波 P 腕章海機、艦名を伏せた潜水艦とされている。オーストラリア海軍からは、ホバート級駆逐艦の3番艦であるシドニー、イタリア海軍からは、軽空母のカブールと、アルピーノ級フリゲートの1番艦、アルピーノ、パオロ・タオンディレベル級哨戒艦の4番艦のライモンド・モンテクッコリとなっている。さらに、ドイツ海軍からは、バーデン・ビルテンベルク級フリゲートの1番艦のバーデン・ビルテンベルク、ベルリン級補給艦の2番艦のフランクフルト・アム・マイン、フランス海軍からは、アキテーヌ級駆逐艦の5番艦のブルターニュが参加した。海上幕僚幹部のプレスリリースによれば、これら、海上自衛隊を含む、オーストラリア、イタリア、ドイツ、フランスの6カ国の参加した海軍戦力は、今回のノーブルレイブン24-3で、以下の内容について、合同軍事演習を行ったと説明されている。その内容とは、実施された項目として、対空戦闘、対潜水艦戦闘、参加した艦艇の艦載機による、相互のクロスデッキ運用、そして、ホトクスと呼称される合同軍事演習の実施内容を写真で記録する行為が行われたとしている。今回のノーブルレイブン24-3は、政治的な背景としては、日本の故安倍首相が提唱し、同盟国や準同盟国と推進している、自由で開かれたインド太平洋という理念の実現に向け、参加各国が、一層の連携強化を図ることが掲げられている。この自由で開かれたインド太平洋という理念は、環太平洋国家である日本やオーストラリアにとっては非常に重要な意義を持つことは言うまでもないが、これにヨーロッパのイタリア、ドイツ、フランスが参加したことに大きな意味があるだろう。とはいえ、個人的にはイタリアはつい最近まで中国が提唱し推進している一帯一路構想に前のめりな姿勢であったし、ドイツは中国への自動車輸出等で莫大な権益を有しており、フランスにもドイツと似たような感じを抱いていた。自らの本国から遠く離れたインド太平洋方面において、これらイタリア、ドイツ、フランスのヨーロッパの3カ国がどれだけ真剣にその理念の実現に注力する気があるのか否かは、まだ手探り状態のようにも思える。ただし、日本としては、今回のノーブルレイブン24-3の実施によって、少なからず、中国に対して、一応、西側諸国の連携の強化を図る姿勢を見せられたと感じられ、決して一枚岩とまでは言えなくとも、政治的な意義は小さくないだろう。今回のノーブルレイブン24-3にイタリア海軍が参加させた軽空母のカブールは、すでに F、
35ライトニング 2B 型を艦載機として運用している艦艇であるため、今後海上自衛隊が出雲型ヘリコプター搭載護衛艦の航空母艦化改修を終えた後は、そのクロスデッキ運用も見られるかもしれない。海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦加賀は、台風の影響を避けるため瀬戸内海を航行中、内部の排気管近くの断熱材から発火する事故が発生しました。しかし乗組員の迅速な対応で火災は10分で鎮火され、大きな被害は防げました。この事故の発生は緊急時の対応力の重要性を改めて示す出来事であり、海上自衛隊と海上保安庁は引き続き原因調査と対策の検討を行っています。この一連の出来事は、自然災害と人間の技術が交錯する現代において、連携と迅速な対応がいかに重要であるかを物語っています。